鎌倉文学館鎌倉文史は神奈川県鎌倉市に住む文学者の総称。鎌倉は1889年横須賀線の開通により東京の通勤圏内となった。同時に東京の出版社からも行き来が便利になったため鎌倉にはこの頃から文学者が住み始めた。特に昭和初期以降関東大震災で壊滅状態となった東京から 文学者の一部が東京に比べて高環境な鎌倉に移住した。ただし、関東大震災では鎌倉もまた大きな被害を受けていた。大震災後、埼玉県浦和市は鎌倉と並んで文化人が多く居住することで有名だったことから、この頃から鎌倉文史に浦和画家という言葉が生まれた。第二次世界大戦後には川端や須成役目正を、 高見淳や中山義秀たちが貸手本や鎌倉文庫を起こした。しかし、現在では文史という子が死語になるとともに鎌倉文史という子も死語になってしまった。21世紀に入ってから複数の有名作家が鎌倉に移住して40年ぶりに鎌倉ペンクラブが復活し、新鎌倉文史と呼ばれる人種が誕生したものの、鎌倉在住の巧妙な文学者は、 かつてほど多くはない。ありがとうございます。